皆さん、こんにちは。中島なび塾塾長、NPO 法人グローアップ理事長の中島です。今回の読書対談はですね、道徳図解を課題図書に、著者である白黒先生、千葉先生と一緒にいろいろと話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いしよろしくまお願いす。します。あれ、反応が悪い感じですけどね。大丈夫ですかね。ちょっと待ってください。今ちょっと焦ってはい。ます。いやいやいや、大丈夫ですよ。今回、白黒先生は、ゲストでございますから、なんと、はい、これ安心サプしライズてで皆聞いさん。ちょって。とね、今焦りすぎて言葉がね、消えてしまってましたけど。いやいや、まあ、もうすぐ1年になりますかね。発売されてですか？はいはいはい。意外とまだ1年経って、9月発売だったので、あ、そっか、そんな先だったんだっけ。はい。なるほど。すみません。そうするとちょっとタイミングが早かったですね。いやいや、でもありがとうございます。もうびっくりしてます。いや、明治図書なんでもね、今でも1位だったりとか、いろいはい。ろありますし、はい。前に対談した時にもですね、提談で千葉先生からもいい本ですよねっていうお話は聞いていたり、で、千葉先生の道徳的な部分っていうのを中島が知らないなっていうのもあって、今日は、ですね、千葉先生にも、お願いして、で、白黒先生にはサプライズの状態で、今回の収録を行ってますので、まあ、そういった部分も楽しんでいただければなというふうに思っております。お二人とも、中島のですね、無茶ぶりにご期待、お答えいただいてありがとうございます。いや、ありがもうとうごどうざいしまよう、もうす。急にドキドキしてきたぞ、今。いいですよ。今日は、まあいいです。中島が見てもしょうがないのでね。はい。では、千葉先生の、まあ、読んでみての全体の感想っていうのをお聞かせいただいてもいいですか？ですね、今日サプライズで道徳使いを褒めちぎるっていう、そういう感じで、はい。いやー、もうどうしよう。追いついてない、今、自分が。今ね、これ、そう、画面越しやからね、全然伝わらないかもしれないですけどね、リスナーの皆さんにはね、もうめちゃめちゃ驚いて今、頑張って道徳遣い取ってきました。まあ、そんなことなので、ご安心ください。はい。はい、ありがとうございます。お願いします。で、まず、読んで最初に思ったのは、はい。すごい、子供が見えてくるっていうか、はい。子供への愛情が伝わるなっていうのがすごく感じました。はい。いや、本当ですか。めちゃめちゃ嬉しいです。なんか根底にあるのがそれだなっていう感じですね。はい。はい。で、なんかやっぱり目の前の子供たちだけじゃなくて、なんかこう、いろんな子供たちになんかいい道徳授業をしてもらいたいっていうか、まあ、若い人たちになんはかサポートしてるっていう、すごい、なんか根底にある優しさがじわーっと、い。まず感じました。はい。わ、もうそんなめちゃめちゃ素敵な言葉いただきました、今。嬉しいな。そうですよね。それこそ前に、どこだっけ、スペースかな、何かで話した時、木原先生とかはね、やっぱりはい。その白黒先生の文章の優しさというか素晴らしさ、はい。必要なことが必要なように、そして受け取れやすい形で書かれていて、僕もはこういうふうになんか真似したいみたいなことをおっしゃられてて、い。本当ですか。もう確かにと中島も思いますし、まあ、はい。そういった部分がその優しさにつながっているんじゃないかなっていうのは、感じますね。いやそうー、でもすね。う嬉しいですね。もうやばいですね。冒頭から泣きそうなんですけど。待って、50分。あと50分ありますからね。そうそうそう。で、まず、これが絶対だよじゃなくて、常に物事を相対化させながら話を進めていて、はいはい。例えば、道徳の授業は難しい。はい。難しいものほど奥が深くて面白いとか、うんうんうん。こう、なんていうか、一方的にこうだよじゃなくて、なんか、読者とキャッチボールしながら、
進めていく感じっていうか。はいはい。で、これって、なんか簡単なようですごく難しいことだなと思うんですよね。で、なんか随所に、簡単なように見せかけてるっていう、けど、本当は難しいっていうのが、ずっと終始感じてました。はい。いやー、なんかすごい分析ですね。なんかもう、そう、自分の本を自分で分析したことないから、そういうふうに言ってもらって、そうなんだって今、思いました。はい。やっぱりなんか一方的な教育書っていうのも少なからずあるんだけど、これはまあ、著者が気づいてる気づいてないはあるかもしれないけども、すごくこう、なんか一方的じゃない感じ。読者とに寄り添いながら進んでいく感じで、非常にまあ、好感を持ちました。じゃあ、かといって、じゃあ、こう、なんか、なんていうんですか、媚びを売るとか、そういうんじゃなくて、例えば、指導書からの脱却とかっていう、これは、なんか、指導書を使って授業して、疑問を持たない人に、なんでそれがダメなのかっていうのをすごく明快に言ってて、なんか、そういうところがですね、なんか優しく書いてるけども、めっちゃ芯があるっていうか ありがとうございます。そうですよね。その優しさだけじゃない、強さがあるからこその優しさというかね。そうなんですよ。そのいなんかや強さと優しさのバランスが絶妙だなっていう。ああ、なるほど。もうな、なんか、なるほどですね。もう全え？然、なんかそういうふうに自分は思ってもみなかった。やっぱり嬉しいですね。こうやって客観的に見て言ってもらえるっていうのは。で、レビューとか見てると、なんか、若い人にはいいよね、的なのは結構あると思うんですけど、いやいやいや。いや、なんていうか、そういう、なんか道徳の本を読んだりしないで、まあ、やれちゃう、まあ、ベテランになってやれちゃうっていう、まあ、そういうこともありますよね。まあ、指導書見て、あ、狙いはあれね。じゃあ、自分が体験したあれを言えばいいかな。あれ言えば盛り上がるな、みたいな感じで、こう、授業して、よし、狙い通りのことが話せたぞと。で、反応が良ければ、あ、ちゃんと伝わってるな、いい授業だった。で、反応が悪ければ、ノリの悪いクラスだな、みたいな。なんかそういう、まあ、残念なベテランって言ったらちょっと言葉あれですけど、道徳って結構、なんか、他の教科に比べると、そういう、なんかウェイトがね、それほど重く置かれてない場合もあるのかなって思うと、残念な授業が、実は、日本全国でたくさんあって、で、それがなんでダメなのかっていうのが、なんだろう、丁寧に説明してくれてる。いや、それってこうですよねっていう、なんか上からこうあるべきだとかじゃなくて、なんかすごく、なんか一見低姿勢なようで、でも結構強いこと言ってるっていう。改めて聞くと面白いですね、自分の。いや、そう、聞いてて、あのね、すごい、なんていうのかな、勉強になりますって思いながら。ああ、やっぱそういった、今、あ、ごめんなさいね、途中になるんですけど、今の聞いて、白黒先生的にどうお感じになられましたか？いや、なんか、まあ、その書きぶりに関しては、そこまでそのね、相対化してるとか、強さと弱さしさ、バランスを意識して書いてるとかはなかったかもしれないですけども、まあ、そのまあ授業に関して言うと、でも今、千葉先生がおっしゃったことは、まさしく本当に、そのように感じてまして、これね、これはでも言語化するのはなかなか難しいんですけども、
その最近ちょっとこう、まあ、なんでしょうね、まあ、厚みが違うのかなっていう、まあ、表現としてはこういう形になるかなと思うんですけども、まあ、奥行きと言ってもいいのかな、授業の何ていうか、そのまあ指導書通りでやるのもまあ別にね、悪くない時もあるかもしれないですけども、ただその例えばしっかり内容項目について自分で考えない状態でやったりとか、もうさらっとちょっと見て、まあこんなもんでしょって感じでやるのと、まあじっくりとね、こう分析自分でした上でやるのとでは、やっぱり同じような流れでも、こうね、問い返し発問の質が変わってきたりとかするので、まあなんかね、厚みとか奥行きはやっぱ授業してて変わるよね、とは 自分も思ってるので、今それを、明確に言ってくれはったんかなというふうに思いました。なるほど。ってことはやっぱり普段からもずっと意識されてることが、はい。その文章として出てるっていう感じなんですかね。そうですね。もう意識はしてますね。これは意識してますよ、本当に。はい。なるほど。千葉先生はどうですか？まあ、どうですもか？ちろんその、自分、今言われた通りではあるんですけど、実際に千葉先生自身がそういった部分をどのような形で意識されてるっていうのってありますか？授業でですか？そうです、そうです。意識はしてますね。自分は地下鉄みたいに考えていて、地下鉄、はい。ゴールまでは地下鉄じゃないといけないって思ってるんですよ。で、地下は鉄っていうのは子供の、まあ、心、内面っていうか、言語化してないような部分も含めての思考や感情の揺さぶり。いはい。で、先生方の発問っていうのは、まあ、言葉で言うと、まあ、空爆してるような感じで、爆弾落としてるような。で、子供は地下鉄と地上の上の電車と両方走ってるようなイメージ。そのはい。質問、ああ、発なる問しほたどね。ことに関して、こう答えてるけど、内心はこう思ってるとか。で、本当に忖度してこう答えてるっていう場合もあるし。で、それは、教員の目から、地上にある電車だから見えるんだけども、それは必ずしも本音と違っていて、だからその表面的なことだけでやっぱり満足してはいけないな。だからゴールには地下鉄でしか行けないっていうふうに考えます。言い方変えると、その見えてる部分は表面、内面とかっていう言い方をすると、その内面の、言語化されてない部分、ことが大事だっていうふうな言い方であってますかね。そうですね。だからそこにフォーカスしないで、その指導書読んで、この発問したから OK っていうのは、空から爆弾落としたから OK。で、目の前の子供たちは一応まあ、それに沿った動きをしてるから OK。だけど、終わった後に何も残らないみたいな、そういうことってあるよなっていう。ああ、なるいほやー、ど今ね。のこれめちゃめちゃ分かりやすいですね。地下鉄か。なんかよく確かに。ね、氷山の一角みたいなね、もうこうモデそうルみですたいなね。ね、示されてるかなっていうことはあるんですけど、この地下鉄と電車がこう並行して走っていてっていう、なんかその本音と建前ですよね、この表現の仕方がすごいスッと今落ちてきました、自分の中にも。そうですね。対比が地下鉄とその地上の電車っていうところが、結構本音と建前とか氷山のっていう例えだと、動きが見えないんですよね、イメージとして。そうですね、そうですね。けど、電車っていうと必ずね、動きがあるもの。まあ、街っていう言い方とかでもいいと思うんですけど、あるので、やっぱりその表面のね、流れ、動きだけ変われば、あ、OK だなって思うけど、やっぱりその下にこそあるっていう、その動き、身長の変化とかね、そういったのも含めて、はあ、なるほど。勉強になります。今すごいボリュームでした だから、最初にもちょっと言ったところなんですけども、中島の中では、道徳使いっていう本の素晴らしさっていうのを知りたいなっていうのと、まず一義的にあって、次がその、千葉先生の道徳的な視点っていうのを知りたいなっていうのもありまして、
道徳観みたいなとこですあ、ね。そうですね。うん。で、あとその表現の仕方が、その千葉先生独特なっていうとちょっと語弊があるような感じなんですけど、中島好きなので、なのでそこら辺はもっと知りたいなっていうね。そうっすね。そうっすね。いやー、いい表現ですね、今の。はい。ありがとうございます。あと、そうじですゃあ、ね。続きましょう。お願いします。で、14ページ。14ページ。いいよでろしすく。ね、いいですよ。ありがとうございます。で、この図解いいなってすごい思ったんですよね。こおお、のありベン図がとがあって、この狙い、このギターのピックみたいなやつ。うございます。これが上にあって、で、中心発問っていう。で、授業は前から作る必要ない。さらっと書いてるんだけど、授業って結構前から作ってる人が多いんですよね。で、どうぞ、ごめんなさい。要するに、つかみだけ考えちゃうんですよ。これでつかみは OK だ。いいネタ見つけた、みたいな。で、つかみは OK だけど、つかみだけ OK っていう授業が結構あって。だから、ここに授業は前から作る必要がない。じゃあどうしたらいいかっていうと、やっぱり狙いを抽出するっていう、まあ、言葉にすると当たり前のことではあるんだけども、でもそれを多くの人がきちんと向き合ってないんですよね。で、狙いと向き合うって言っても、じゃあ、それだけでいいのかっていうと、16ページに、自分の価値観と向き合う。これが、やっぱり、さっきのなんか、地下鉄みたいな例で言うと、やっぱり、自分のところを深掘りしないと、その地下まで行けないっていう、気がするんですよ。だから、やっぱり、狙い抽出した後にちゃんと自分の価値観と向き合うっていう、この流れがですね、絶妙だな。で、この幼少期から23時40分。あ、なるほどね、そういうことなのねっていうのが、非常にわかりやすいですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。今、千葉先生から、そう、多分前にね、もう、だからそれこそ、出版された時、この対談をしているんですけど、今お話聞いて、やっぱ改めて、凄さというか、やっぱりその、前段がいいですよねっていう話。まあ、中島はね、先生、学校の先生ではないので、それかというと、その一章、その、とか、名前として、そうですね、一章の部分が特にっていう話させていただいたと思ったんですけど、そっか、今、千葉先生から聞いて、授業前から必要ないっていうのは一般的ではないっていうところが、改めて。いや、なんかそう、そんで今、ちょうどね、中島先生と対談した時のことを思い出してたんですけどね、確か先生、その時も、講座作る時も、前からじゃないみたいなことをおっしゃってたと思うんです。だからやっぱこうね、授業作る時も、なんかね、やっぱりどうしても、その、なんだろうな、前から作りがちかなという感じはあって。で、やっぱね、そうなると今、千葉先生おっしゃったように、なんでしょうね。やっぱ、前から作ると前だけ盛り上がって終わることが多いのかなっていう気が結構するんですよね。やっぱまあ、講座でも授業でもそうだと思うんですけど、その山場となるところは意識して、そこにじゃあどうつながっていくかなっていうのは考えていかないとなとは思ってましたね。なるほど。いや、面白い。これ、ごめんなさい、ちょっと、なんていうかな。二人だけだとやっぱり見えない世界が定段だと見えますねっていうところが。ああ、そうですね。そうですね。確かに。あって、で、やっぱりその視点っていうところもそうだし、そう、やっぱまずそのね、その地下鉄の部分でいけば、やっぱ子供たちの地下鉄であればね、まず自分の地下鉄どうなってんだいっていうのはやっぱりありますもんね。そうですね。そうなんですよ。だから、なんかその、なんでしょうね。まあ、道徳で、よくほら、価値観押し付けはダメですよみたいな話が、まああるじゃないですか。
で、そうなった時に、価値観押し付けダメだよってなるから、まあ自分の価値観ってそんなにこうね、考えなくてもいいのかなって思うかもしれないですけども、でもやっぱりね、その授業してる中で、まあどんな先生でも絶対ね、価値観をにじみ出てはいると思うんですよね、こう発問を組んだりとか、子供とやり取りしてる中でね。うん、だからやっぱり、自分との価値観と向き合うっていうのはね、これ自分はいるなと思ってますね、ここのところは。なるほど。あ、まあ、ちなみになんあかあれの、ですね。あ、どうぞどうぞ。例えば子供と悩み相談をするとかっていう時に、やっぱりはい。自分の悩みと向き合ったりしてないで悩み相談しても、それはこうすればいいんじゃないみたいな、全く響かないものになっちゃう。うんだうんけうん。ど、自分が本当に悩んで、辛い経験してたら、それは辛いよねってなりますよね。ああ、そうなんですか、ね。うんうん。それと似たような感じで、自分の価値観と向き合わないと、はい。子供に伝えられないけど、その価値を押し付けちゃいけないっていう言葉がなんかちょっとおっしゃうんるうん。通り、なんか縛りになって、はいはい。でもやっぱりそこは自分自身の価値観をしっかり見ないとうんうん。伝えようがないですよね。そうそうそう、そう思います。そうですね。それこそ今聞いてて思ったのが、やっぱ向き合うって何なんだっていうところ。はい。で、中島の中では言語化するっていうことだと考えていて、要はそれこそ地下鉄に光を当てましょうっていう感じですかね。おお、なるほど。うん。ですね。だから、その価値観、まず自分の価値観を知りましょうっていう言い方でもよくて、はい。で、知った上でやるのと知らないでやるのは全然意味が違うので、やっぱはいはいはい。り自分の価値観とか、そういう好き嫌いとかでいいと思うんですけど、そういうのを知っていれば、あ、これ俺嫌いだけど、はい。けど好きな子はいるんだろうなって思えるわけですよね。はい。うん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 。自分は嫌いとか。自はい分はい。は好きっていう言い方になる。そうすると、その授業での回し方というかね、持ってき方とかもそうだし、それこそ悩みを聞くっていう、その悩みと向き合うっていうのもそういうことなんだろうなっていうのを聞いてて、思いましなたるが。ほど。今の聞いてさらに思ったんですけども。自分の価値観のその好き嫌いを自分で分析するからこそ価値観の押し付けにならない、逆にならない。そう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 。これが分析されてなかったら、それがもう、なんだろう、当たり前と思って授業しちゃうから、逆に押し付けられちゃうなって。その白黒先生の本で、なんか常に相対化しようっていう姿勢を感じたんですけど、自分の価値観を振り返って、俺がこうだからみんなもこうだよね、ではなくて、ちゃんと自分の価値観を振り返った上で相対化するっていうことが大事だと思うんです。で、なんかそういう姿勢がこの本ではすごく感じるんですけど、で、要するに、例えば、ものすごく、まあ、ポジティブな考え方の人とか、ネガティブな考え方の人とか、まあ、教員によっても違うと思うんですけど、なんていうか、両面を抑えるっていうか、自分の感じ方だけじゃなくて、例えば、私はいつも不幸だ、毎日つまんないって思ってる人には、やっぱり、あ、そうでもないのかな、人生ってこんなに素晴らしい面もあるのかなって感じさせることが大事だし、逆にもう毎日ハッピーで私はもう人生がもう謳歌してますなんていう人には、まあ、それはそれで素晴らしいことだ、ことだ。でもプラスして、でもこの地球のどこかには本当に辛い思いをしてる人もいるっていう現実もあるっていうことも教えていかなきゃいけないし、だからそういう子供の見方を広げる、否定しないで付け加えて広げるってするためには、やっぱり教師自身の価値観もちゃんと相対化させて、こういう面もあるけど、こういう面もあるよねっていうことを落とし込んで授業しないと、やっぱり価値観の押し付けになりやすいよなっていうのは思いますね。ああ、そうですね。
今の、そうそう、今のポジティブ、ネガティブだけでも子供たちにもやっぱ喋ってて、まあポジティブっていうのはね、まあいいことが多いんですけど、まあネガティブだからといって、まあポジティブ強制するのは自分もね、違うかなというふうに思うんで、まあ子供のね、性質でも、まあネガティブな気質の子ももちろんいて、で、やっぱりそこでなんかそこをあるべきってなると、やっぱ苦しいなと思いますね。そっか。いや、聞いてて思ったのが、やっぱその優しさってそういうことなのかなと思いましたね。あ、優しさ。例えば中島は常に意識してるのがその選択肢っていうところなんですよね。絶対的なものってないって思っているので、こうあるべきっていうよりも、こういう考え方もあるし、こういう考え方もあるし、こういうのもあるけど、今のあなたに近いのはどれっていうような提案の仕方。で、そこがこう、なんだろう、優しさなのかなっていう、優しさと強さの部分。自分で言っててよく分かってないんですけど、そこら辺も、どうぞどうぞ、お願いします。いや、わかりますよ、先生。大丈夫です。いや、そうですね。選択肢で、なんかこの幅が広がっていくっていうのは、常に意識しているところで、まあ、これ道徳だけじゃないですけどね、例えば図工でこの絵を教もえるちろとんできとす。かも、やっぱ強制して、この人物はこう描きなさいよとか言ってたら、その子の良さが消えちゃうので、なんか、どの教科もですね、まあそうなってくると、そう思うんですけどね、まあ選択肢をこっちも提示したりとか、あるいは話し合いの中でこう広げていくっていうようなイメージは、なんか持ってる気がしますね、自分の中で。ああ、だからやっぱね、多分そこが優しさになるんでしょうね。受け取り方として。道徳使いの形っていうのは、やっぱりそういったね、そのどちら、押し付けが、まあ、ほとんどない。で、まあ、優しさと強さっていうところを両立してるって。けど、優しさが優しさであるためには、やっぱり強さが必要になるんだろうなと。優しいだけの本って何も押し付けてないようで、実は押し付けてるわけなので。なるほど。だからそこが、ああ、そうか、そういう見え方があって、結構、一時期ちょっと気になった時はあったんですよ、そういうの。要は、中島は優しいのか厳しいのか問題っていうのがちょっとありまして。優しいのか厳しいのか問題。そう、いや、俺結構厳しいかなって思っても、意外と子供たちはその優しいとか、頼りがいがある、要はその安全基地として、見てもらうことが多くて、で、そこには子どもたちはそういう部分を感じたのかなっていうふうに、やっぱ一番は価値観を否定されないという安心感だと思うんですけどね。そうですね。ああ、そうか、それか、価値観を否定されないからっていうところが強いのかな。押し付けは否定になり、当たればいいけど、外れたら否定になっちゃいますもんね。な、そうですね。ああ、確かに。ああ、なるほど。あ、なんかすごい、なんか哲学対談みたいな感じに。なってきてますね。いやー、面白いですよ。でですね、ああ、お願いします。お願いします。18ページいきますけど、ありがとうございます。これ、どれだけイメージできるかっていうとこですけど、ここだよなってことですよね。さらっと言ってるけど、やっぱり思いつく能力って、まあ、授業を作る上で、あるいはその本を書く上で、思いつく能力っていうのが、やっぱり思いつく能力が高いなっていうのはすごく、この本からもう終始感じてるんですけど、やっぱり授業作りが、なんだろう。実は、すごくクリエイティブだなっていうのは思うんですよ。例えば、19ページの発問で、もしこの時代にスマホがあったとしたら、登場人物は研究のために使ったのだろうかって、いや、さらっと書いてるけどっていう。これ、めっちゃクリエイティブな発問ですよ。ありがとうございます。
こんなんしたら面白いかなってね。そうそうそう。でも授業、なんか授業ってクリエイティブなもんですよね。もんですよねって思ってるんですけど。うん。そうなんですよ。今聞いて思ったのが、はい。そっか、クリエイティブではないと捉えてる方もいらっしゃるっていうことに、今、中島は初めて気づきましたね。なるほど。ああ、そう、あ、だからね、その、要するに、まあ、指導書を本当に全部なぞってやってたら、クリエイティブさは、まあ、そんなに出てこないじゃないですか。うん。ところが、やっぱ、さ、今言った、この時代に、で、これも実はね、押し付けてるわけじゃなくてね、もしかしたら子供によっては、あ、先生、やっぱりこれは探求するためにスマホ使うと思いますっていう子がいても面白いなと思って。もちろん、もちろん。で、使わないで自分でやるのが探求ですっていう子がいても面白いし、いや、やっぱ使って、それも含めて調べていってやるのが探求ですとかいう子がいても面白いなと思って、ここもそういう感じで考えてたんですけども、なんでしょうね。やっぱなんかこう、子供と一緒に作っていきたいなっていうのはありますね、授業も。ああ、なんかそう、その視点がの、あの、うんと、中島はね、講師としてずっとやっていく中で、コンテンツを話すだけだったら自分っていらないよなっていうのもあるし、伝えたいことを伝えるっていうことと、理解のサポートをするっていうのは別だと思っていて、どちらも必要って意味でね。そうなると、必然的に目の前の人が、自分の伝えたいことをどのくらい受け取っているのかって、その見る部分。で、もう、だから、裏にも、電車だけ見てちゃダメだよと。あ、もちろん、まず、電車も見なきゃダメですけどね。それこそ、爆弾落として満足してる方が一番クリエイティビティがない状態。で、落とした結果はうまくいったねと、まあ、爆弾という表現もどうかなみたいなのありますけど。で、どうかなっていうのを見るのが、まあ、見てるっていう、やった行為に対して子どもの反応を見てるっていうのが、まあ、じゃあ、多数になるのかなって思っていて、その結果、近くでどういうふうな動きをあるっていうところまで意識できると、そうすると必然的にもうイメージの世界ですもんね。そうなんですよ。で、今ので言うと、その上の電車だけでも一応その駅には着くんですよね、こう、駅、まあ、ゴールのところに。でもやっぱ、その先生は地下鉄からたどり着くゴールと、やっぱね、ちょっと違うなと思うので、で、やっぱどうやった地下鉄、ね、まあ今日は地下鉄っていう表現で行かせてもらいますけど、地下鉄でのゴール行けるかなって思った時に、その、まあさっきのスマホの話も、子供たちが今一番ね、なんでしょうね、こう、身近にこう使ってるっていうところから、やっぱこう、なんか先生、それこそスマホ、なんか家でこうね、こうすぐ使って調べたいとかいう子がいたとかいう実態もあったりとかして、そしたらなんか、そこに、それこそ光当てたら、なんか本音の部分ね、出てこないかなと思ってみたりとかして、そういうことでなんかつながってきたような感じありますよね。この発音ってすごい広がってきますよね。なんか無限に広がる発問っていうか、やっぱり、ね、ググらないことによってどんなことが生まれてくるかとか、いろんな、すごいいい発問だなと思って。ああ、ありがとうございます。で、この発問が普通は思いつかない。指導書だけ読んでると。あるいは、どうやったら伝わるかなって言って、いろんなことをこう、ネタ集めとか、いろんな本を読んだりとかしてないと、この視点は持てないだろう。まあ、それを、まあ、どれだけイメージできるかっていう、まあ、言葉にしてるけども、まあ、材料集めも含めて、要するに、先生の中でその授業に向けて、自分の中の内面のものが、すごい、素材とか、使われなかった、素材とかも含めて、先生の中でどれだけ広がるかっていうことが大事で、広がってるからこそ思いつくことができる。
で、ここのやっぱり豊かさの部分っていうのをなんか、こうさらっと書いてるけど、豊かであればこういう発問が生まれてくるっていう。なんかそこを、ぜひこう感じてほしいなって。いやいい、ありがとうごいいざいでますね。す。いいですね。今回のその、ここまでのキーワードは、さらっと言ってるけどなので、さらっと言ってるけど。そう。あ、だから結構そういうのを、例えばバックボーンとして持ってる方が読むと、ああ、なるほどっていうふうに思うけど、多分それがないと、ただ読んで終わる。文字としてね。この文章が自分の中に、自分にとっての問いにならない。だからそのクリエイティビティとかね、そのイメージっていう部分でいくと、やっぱその何事も問い、自分が問われている。問われているって言い方ではないんだけど、これってどういうことなんだろうっていうふうな探求する気持ちを持って読みたいなっていうのを改めてね、思いました。ねえ、いや、そうなんですよ。だからもう本当に、もう自分に当てはめて読んでくださるとね、一番こう、スッと入ってくるかなとは思いますね、自分。だって入らなかったところは探求するっていうところですかね。そうだからです道ね。徳使いをこう読んでイメージしながら読んでいくことで、ある種その自分の弱点みたいなもの、今の自分の課題みたいなのも見えてくる、そんな使い方もあるなっていうのを聞いてて思いました。ありがとうございます。では、続きを千葉先生お願いします。でですね、この本の山場の一つは24ページから、これがね、またさらっとなんだけどっていう。ありがとうございます。さらっと さらっとで、その、なんか、さらっと読むこともできますよね。ああ、そうなのね。ああ、葛藤からね。あ、まあ、そうだよね、みたいな。さらっと読むこともできるんだけど、なんか、これを抽出してくるためには、どんなことがその前提にあったかとかって考えると、やっぱり、すっごいわかりやすい結果ができててるので、ここはですね、すごいなと思いました。この本読んで、読み終わった時に、うわ、これさらっと書いてるけど、やばいな、この本って思ったんですああ、わかります、わかります。さらっと書いてある。で、そのさらっとっていうのは、なんていうか、なんか、最初に書いた本って、その人の人間性が全部出ちゃうんですよ。だから、この本の中にやっぱり白黒先生のものの見方とか感じ方っていうのが、なんか、あるいは自分の中の最もピュアな部分だとかが、どうしても出ちゃうんですよね。で、その人柄自体が、強制的ではないっていうか、押し付けてないから、もう、さらっとこう書いてるけど、でもすごく深く考えて書いてるなっていうのは思いいます。やー、ありがとうございます。いやー、嬉しい。なんか、そうですね。なんか、そうなんです。なんか、言葉としてね、なんでしょうね、本、これ誠実に書いてますよね、みたいなことを言われた時もあったんですけどね。なんか、でも自分もよく分かって、自分がなんでしょう、誠実に書いたとかいうこともよく分かって、とにかくもう、でも、なんでしょうね、今持ってるものを出し切ってやろう、みたいなことは思ってたんですけどね。だからもう結構ね、自分の中ではもう、これ出し切ったつもりで、書いてました。だからこそのとこですね。この山場って今言われたのは、項目のところがダダダッと続くっていう部分ですかね。そうですね。で、
確かに、こっから探す、こっから入ると授業作れるっていう、めちゃめちゃポイントをこう、さらっと押さえてる。さらっと で、葛藤から探す葛藤の種類を知っておく。で、まあ、モラルジレンマとか、まあ、知らない人もいるかもしれないので、あれなんですけど、要するに、相反する道徳的価値観が必要っていうか、考えさせるっていう。で、マイケル・サンデル教授でしたっけ？サンディ教授、まあ、あんなイメージですよね。で、個人的には、自分あんまり好きじゃないんですよって言ったらあれなんですけど。いや、きちんと、授業準備した人がやるならいいけども、それこそ、なんか、まあ、2通の手紙とか、親切にするっていう行為と、まあ、ルールを守るっていう、相反するものを、でも、ルールは教えなきゃいけない教材と、先生によって教材の受け止め方は様々だし、先生の授業の仕方も様々だし、子供も様々なので、そうすると日本のあちこちで、なんだ、なんか親切にすると損するんじゃねえか、みたいなふうに思う子供も絶対出てくる。だから、そういうのってやっぱり、本当に上手にやらないと難しい。そうですね。だけど、葛藤がないと、さっきの地下鉄じゃないけど、地下に行けないんですよね。で、葛藤には価値葛藤と心理葛藤が、まあ、2種類あると。で、どうやってか、いかに葛藤させるかが大事だっていうふうにつながってくるんですけど、で、葛藤の中身を考えた先には、とか、葛藤場面がない場合は、とか、さらっと書いてるんですけど、さらっと書いてるんですけど、やっぱり、まあ、葛藤だけで4ページですよね。ここだで、A のけ、項、うん、どうぞ。A の項目で葛藤だけで4ページ。で、葛藤だけを抜くっていう、そこがすごい。なるほどね。確かに、確かに。北斗神拳で言うと飛行ついてるような感じ。なるほど。そっか。ここら辺は多そう分なんあです。れですね。どうぞ、お願いします、お願いします。A、B、C、D、どれもそうなんですけど、こうビシッと、あ、そこつくかっていう、そこをつくと確かに全身を、麻痺させるっていうか、なんていうか。そうです。公開するので、そのぐらいの表現にしていただけるとね、ありがたいですね。すごくかなめというか、で、これ読んで、あ、なるほどな。いや、じゃあこういうふうに授業作ってみようかなって自分思いましたもん。本当ですか。いや、もうそれ一番嬉しい言葉ですよね。そうなんですよ。でも、もちろんね、その A、B、C、D で、ここに書いてある以外のね、視点とかは大切なことたくさんあると思うんですけども、でもやっぱね、この読者の方に伝えるっていう時に、先生おっしゃったで、こう絞って書いてみようっていうね、ところで、もう本当 A は葛藤に絞って書いてみたんですよね。っていう感じで、まあ B、C、D も同じく 絞って書いたのが、なんとこう、飛行をつけたということで いや、だからこれって、つけたというか、疲れに行ったっていう部分があるなと思っ疲ていれて、に。はいはい。表現としてはちょっとおかしいんですけど、
多分こう、その気づきっていう、ね、そのさらっとっていうところもそうなんですけど、それは千葉先生がやっぱり今までもずっと、その探求し続けてこられてきてるからこそ感じられるものだと思っていて、多分若い方が読んだら多分その深さはないと思うんですよね。なんでかというと、これ以外の、情報とか、を知らないから。まあ、知らないってちょっと言葉が言い過ぎですけど、やっぱり自分がやってきて、こう、バーってストックがあるからこそ、ピンポイントで抜かれた、あそこっていう。これは、そっか。いや、だから今、聞いてて思ったのが、若手だけだと伝わらないかもしれないですね。なるほど。そうですね。だからこうやってその、あ、いや、っていうか、まあ、そうか、だからこそ、まあ、対談してるっていうのはあったんですけど、もう一個その対談の奥行きというか、深さがあるんだなって今聞いててすごい思いました。階段の奥行きか。だから、このね、いや、葛藤大事ですよねって思うし、思っていたけど、多分その思い方っていうのが、その人のバックボーンによってやっぱり変わるじゃないですか。最初に千葉先生もね、言われた通り、そうだよねで終わっちゃう人だってもちろんいるし、それが悪いわけではないんですけど、ただ、じゃあ、その内容項目の A の項目について知って、探求している人は、より理解度が深いですよね。納得感があるというか。なるほど。面白い。なるほど。さすが千葉先生。で、その葛藤ってそもそもなんか人生に必要だと思うんですよ。例えばその悪いことをするしないにしてもバレなければいいみたいな感じでもう判断停止しちゃって、でバレてからバレる、こうなるとは思わなかったみたいな。あるいは、みんながやってるからいいみたいに考える子もいるし、で、バレたら、なんで自分だけみたいに不幸を呪うみたいな。だから、やっぱり子供時代に、その正しく葛藤させれるっていう、で、いろんなことを気づかせるっていう、主体的に気づくことができるっていうことをするためには、やっぱり正しく葛藤させることが必要で、で、それはできるのはやっぱり、道徳授業がやっぱり大きなあれになってくるので、で、なんていうか、まあ A、B、C、D、どれもそうなんですけど、まあ B の角度を変えてみるにしても、その子供同士のトラブル、あるいは人間同士のトラブルってやっぱり、相手の視点がわかんないで、自分はこうなのに、みたいなところにこだわっちゃって、トラブルって結構起きるので、もうまさしくですね。だから角度を変えてみるとこうなるよねっていう、やっぱり練習をしなきゃいけないし。で、所属意識とかね。いや、なんか、どれも、その、子供たちが生きていく上で、なんか、必要なことばっかりっていうか、D の心が動くこと。なんか、こういうところにも、なんとなくその、子供が見えてるからこれを抜き出すっていうか、いろんな本読んでどれにも共通して書いてるから抜き出すんじゃなくて、子供大事にしてるからこういう発想になるんだろうな、みたいいやー、な。嬉しい言葉ですね。ありがとうございます、本当に。っていうのを感じましたなるね。ほど。いや、今ね、お話聞いて、で、中島も今、その道徳授業を作ってる最中なので、やっぱり、改めて、ああ、確かにって思いながら、今、目を通してるとこなんですよね。そうですね。すごい、すごい。ごめんなさい。軽い。違う。そうじゃなくて、いや、表現の違いはあるんですよ、やっぱり。中島が使ってる言葉と白黒先生が使ってる言葉は違うので、だけども、意味は同じっていうところはあるなっていうのを改めて。
思いましたし、けど、すごい、なるほど。けど、ちょっと待って、だから、千葉先生が、おおって思うってことは、やっぱりこういう捉え方を学ぶ機会みたいなのあまりないってことですかね。その先生方がね。そうですね。で、お願いします。いや、終始さらっとって言ってますけど、だから学ぼうっていう気持ちがない人がこの本読んだら、そうだね、みたいな感じだと思うんですよ。だけど、本気で読んだら、すごいんだよ。そんな感じですね。いや、確かにな。もうだからやっぱり、最初に言われ、ね、千葉先生が言われた、やっぱ、電車と地下鉄っていうのがすごい、その視点を持って読んでいただけると、さらに学びは深いと思うんですよね。A の葛藤についても、やっぱそこはあると思っていて。で、多分子供たちは自分で、さっきも言ったかもですけど、自分の中に地下鉄があるっていう認識も多分ない、この方が多いと思うんですよね。まあ、それは大人でも同じだと思うし、だからそこに光を当てていくことで、そういうその困難、まあ、だから葛藤に打ち勝つっていうのは、地下鉄があることを知って、で、第三案的にどういうふうな、進みたい方向に進んでいくのか、まあ、どの電車に乗るのかとかね、言い方はいろいろあると思いますけど。なるほど。ちょっとここ、すみません、中島内容項目を舐めてたなっていうのを改めて。そう、今、ほら、内容項目、対談とか進むとか言って、それね、なってから改めてまた読むと、面白いところがあるかもしれないですね。そうですね。そういうふうにね、多分意図的にまとめられているところはあるし、この視点が、全くなかったかって言えば、まあ、地下鉄としてあったんだろうなと。ただ、やっぱりそこは自分の中の意識レベルまで上げて、要は地上の電車として、もう一回というかね、これからその捉え直していくと、また広がりがあるんじゃないかなっていうのは。結局、地下鉄のね、電車網を作るだけじゃ、やっぱり人生は豊かにならないので、地上はね、シムシティ的な感じでこう、どんどん発展させていくけど、発展させすぎたら、まあ、良くないこともあるし、自然も大事だし、でもそれを支えてるのはやっぱり地下鉄なんだよなっていう、この関係づけはね、大事にしていきたいなって思いました。いやーっていうか、時間が、あっという間に ちょっとですね、この場で言うのも何なんですけど、また、ですね、千葉先生にもう一回来てもらって、ちょっと後半戦行きたいなっていうふうに中島は思ったところがあって、そもの、う、めちゃめちゃどうで嬉ししいんですけど。ょう。ちょっとそこはあれです、また交渉させてください、日にちとかも含めて。いや、っていうか、やっぱね、面白い。楽しかったです。ではですね、もう時間も来ましたので、今回の対談をここら辺にしていきたいと思います。最後にですね、千葉先生と白黒先生から感想をいただいて終わりにしたいと思います。千葉先生、お願いします。いや、とっても面白すぎて授業したくなったんで、で、これ、項目に全部図解つけるって、めっちゃ大変なことやってるから、すごいなって思いました。ぜひ、キャリアに関わらず、みんなに読んでほしい本だなと思いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。白黒先生、お願いします。いつもね、読書対談とかしてるんですけど、自分の本でね、こうやってもらうと、やっぱり客観的に見れるなっていうので、なんか自分の本だけど新しい気づきがありましたね。で、なんか、メモも取ったんですけど、今日は。なんか自分の本でメモ取った、こんなになんか面白い言葉がこう入ってるんだなって、なんか改めて思いました。本当にありがとうございます。ありがとうございました。
それこそあれですね。自分の本だけど自分じゃないみたいなところはあるんじゃないかなっていうふうには聞いててね。はいやっはい。ぱり本っていうのは著者の思いが詰まっているけど、やっぱり読み手であはい。る私たちがその価値を決めていくんだなっていうのを感じたところでありますし、はい。特にその千葉先生が言われたキャリアに関わらず、はベテランである方こそむしろ読んでいただきたいなっていうふうに中島としてはすごい、強く思いますので、ぜひ手に取っていただければと思います。い。はい。では今回の動画はこれで終わりにします。動画高評価、いいねボタンを押していただくと励みになりますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。